小田港を後に各島へ向かいまして出版をいたしました。豊島、新島、式根島、神津島の順に就航寄港を予定いたしてございます。なお本日新島につきましては条件付きでのご案内とさせていただいてございます。ご了承ください。また、このまま参りまして、豊島までの航海時間は1時間30分ほどで、到着は10時55分頃を予定いたしてございます。豊島には10時55分頃の到着予定です。また豊島より先の新島、式根島、神津島の到着につきましてはそれぞれその都度にてのご案内とさせていただきます。ご了承くださいませ。また本日7時現在の各島の天候気象状況等でございますが、豊島では西北西の風が6から7メーターにて晴れ、新島では西南西の風が9から10メーターにて晴れ、式根島では西寄りの風が8から9メーターにて晴れ、神津島では西北西の風が10から11メーターにて晴れとなってございます。西寄りの風が少々強くなっております。郊外参りますと多少動揺しながらの航海が予想されております。お手回り品の糸、ご通行の際のお足元などにご注意ください。特に船内の階段などは傾斜が大変急となってございます。お近くの手すりなどご利用いただきましてお怪我などありませんよう十分なご注意をお願い申し上げます。また、航海中船同様いたしますと扉が思わぬ動きをすることがあります。指先などを挟まれませぬようご注意ください。扉開閉の際指先など挟まれませぬようご注意のほどお願いを申し上げます。また船内でございますが全てのお席を禁煙とさせていただいております。船室通路で機内でのおタバコご遠慮願います。なお喫煙コーナーは階段を下がりましてより後ろ側自動販売機コーナー横に1箇所ご用意いたしてございます。こちらをご利用くださいませ。喫煙コーナー以外での場所のおタバコは携帯電話などをお持ちのお客様マナーにご注意ください。船内におきましてはマナーモードなど音の出ないような設定にてのお過ごしをお願いいたしてございます。また、ご使用ご利用の説には必ずデッキカンパニオがいただきましてのご使用ご利用をお願い申し上げます。船室通路等でのご使用は他のお客様に大変ご迷惑となりますとともにまた、電波状況が大変悪くなっております。デッキにてご使用お願いまた、予備の電源コンセントにつきましては喫煙コーナー内に予備の電源コンセントご用意いたしてございます。こちらの電源コンセントをご利用ください。ご協力よろしくお願いいたします。また最近旅客船内での盗難事故などと見受けられる例も時折発生をいたしてございます。お手持ちの現金や商品必ず肌身離さず見つけまして間違いのないよう盗難事故などに遭わないようご注意ください。またその他お客様が船内におきましてお守りいただきます事項などにつきましては船内の各所に掲示をいたしましてご案内を申し上げております。一度ご覧になりまして、ご確認ください。旅のマナーをお守りいただきまして安全な楽しい船旅となりますようご協力よろしくお願いを申し上げます。また本日乗務いたしております船長タコ内乗組8名におきまして皆様のお供をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。また船長以下乗組一同常に安全な航海を心がけておりますのでご安心して船旅をお楽しみください。
また航海中何かお困りごとやご意見ご質問ご要望等ありましたならば、中ほどは案内所に係員が到着をいたしてございます。お気軽にお申し付けください。また、時折巡回等もいたしておりますので、お声掛けよろしくお願いいたします。また私事ではございますが、本船は本日の航海をもちまして定期航路に引退を申し上げます。本日最終航海、ご一緒できることをとても感謝いたします。ご利用いただきましてありがとうございます。また、お客様に、ね、さらにご安心いただきますため、救命設備につきまして簡単にご説明を申し上げます。救命胴衣は各船室内、救命胴衣こと赤く記されましたロッカーの中に格納してございます。着用方法はロッカーの扉に念入りで掲示をしてございます。一度ご覧になりましてご確認ください。脱出経路は各船室内壁のところに図式で掲示をしてございます。こちらも一度ご覧になりましてご確認をお願い申し上げます。救命艇は膨張式救命鋼を採用し、25人乗り15台が一番上のデッキ航海船橋甲板に用意されてございます。万一非常の際には救命胴衣を着用の上救命鋼に乗り移ることとなります。この際には係員が皆様を安全第一にご案内いたしますので、必ず係員の案内指示誘導などに従って落ち着いて行動してください。脱出経路その他不明な点などがありましたならば、お近くの乗組員もしくは案内所などお尋ねください。豊島、新島、式根島、神津島駅です。各島到着までごゆっくりお過ごしくださいませ。本日のご利用誠にありがとうございます。